それではお前たち、各自状況を報告するのだ。隊長、戦後処理はほぼ完了済みです。死体の処理、破壊された施設の復旧が終わりました。散乱していた敵の装備品は順次解体しています。こちらは冬に向けて食料を確保しています。この調子なら、冬を乗り切るだけの食料は集まりそうです。キャハハ、フランは堀作りのために採掘してるんだ。多分明日で堀は完成するぞ。各自ご苦労だったな。我々の最優先事項としては、まずは拠点の防衛力を強化することだ。敵にこれ以上施設を破壊されるわけにはいきません。堀が完成したら、予定通り縄文の建築をしましょう。できれば次の襲撃には間に合わせたいですね。急ぐんだぞ。それと隊長、少しだけ気になることが。ポンポンよ、どうした？サイサイリンの指導者である大司教ルーミアですが、この名前に聞き覚えはありませんか？誰ですかね？知らないな。じっくり大司教国で、ニデイル家の復興を手助けしましたよね。ルーミア、ロザリオだろ？確かにデイル家を陥れた領主でしたよね。奴は処刑される予定でしたが、部下の手助けで逃走したようです。まさか。偶然名前が同じだけだろ。ポンポンちゃん、気にしすぎだぞ。しかもルーミアは隊長が洗脳しています。我々を狙うようなことはないですよ。そうですよね。お前たち、今日はもう遅い。仕事は切り上げて休息してくれ。明日に備えますか。むむ、誰か拠点に近づいてるぞ。頼む、誰か助けてくれ。隊長、男性がこちらに救助を求めているようです。まさかサイサイリンから逃げてきたのか？そうなんだ。サイサイリンの教会が追っ手を放ってきた。奴らは蛮族で捕まれば食べられる。なんですと、それは保護しましょう。助ければ蛮族との戦闘は避けられないぞ。ふん、望むところだ。そこの方、我々が保護します。すぐに来てください。ありがとうございます。それと追っ手は明日にはここに到着すると思います。キャハハ、ボコボコにするから安心するんだ。それより怪我をしているようなので治療しましょう。ち、サイサイリンめ、どれだけ民を苦しめるのだ。蛮族や盗賊まで利用して、奴らやってることがめちゃくちゃです。許せませんよ。絶対に根絶やしにしてやるんだ。キップよ、怪我の具合はどうだ？おかげさまで無事に完治しました。キップちゃん、よかったな。隊長、キップさんが新隊員として加入すると聞いたのですが。うむ、その通りだ。それもわざわざ別の町から志願しにやってきたのだ。我々が築城していると聞いて、ぜひ協力したいとのことです。へえ、それは助かるぞ。こちらに向かっている途中で、サイサイリンに捕まってしまったのですが、なんとか隙を見て逃げてきました。無事にたどり着けてよかったですよ。それとキップは大工をやっていたので、大工仕事が非常に得意だ。おお、それはありがたい。それ以外だと採掘と射手の能力が高いな。戦闘力が高いのは嬉しいですね。ふるさとの平和を取り戻すため、必ずやサイサイリンを排除しましょう。よっしゃ、頑張るぞ。さて、追っ手がここに到着するまで残りわずかだな。隊長、ひとまず予定していた堀はほぼ完成しています。これなら明日から縄文建築が開始できますよ。それなら追っ手の撃退に集中できますね。これからどうするんだ？お前たち、敵がここに到着するまで仮眠してくれ。疲れが残った状態ではベストな戦いができないからな。追っ手は人肉を食べる蛮族です。くれぐれも注意してください。蛮族など我々の敵ではないわ。どうせボコボコにするので戦闘後までスキップするぞ。じゃあ。ふん、やはりただの雑魚でしたね。やはは、こいつ雷勢だけは良かったぞ。隊長、敵の全滅を確認しました。お前たち、ご苦労だったな。すごい、これが無理社会ですか。キップさん、驚かれるのも無理はありません。あの蛮族を簡単に蹴散らしますからね。お前たちもマリサ隊の一員だ。日々精進士より高みを目指すのだぞ。マリサ様、頑張ります。さて、戦いも終わったことなので戦後処理をするか。はぁ、また時間を取られるな。愚痴を言っても仕方ないのでさっさとやりましょう。私は破壊された設備を元に戻します。明日くらいまでは戦後処理になりそうですね。お前たち、明後日からは待ちに待った縄文建築だ。相当な作業量が予想されるので覚悟しておけ。あれ？ふむふむ。縄文の建築図面は。よし、これで行くか。隊長、ようやく戦後処理が完了したぞ。いつでも縄文建築が開始できますよ。お、やっと終わったか。隊長、それで縄文はどこに建築するつもりなんですか？建築場所はかなり重要になってきますよ。今回堀が完成したことによって、現在拠点への侵入ルートは3カ所のみとなっている。まずは西側の川からだよな。
同様に南側の川からも侵入可能です。まさか川に城門を建築するわけではないですよね。ああ、唯一陸地から侵入できる場所に城門を建築するぞ。なるほど、それでここだけ通れるようにしてたんですね。ビールドリック、石灰石ブロックの在庫はどうだ？マリサ様、2200程度在庫があります。ふふ、それだけあれば十分だな。隊長、それじゃあ建築図面の作成を頼んだぞ。隊長の本気が見られますよ。お前たち、どこ見るのだ。どうだ、これが今回の縄文だ。ダーハッハッハ、これなら敵を簡単に一掃できるだろう。でけえ。これは建築が大変そうですよ。ふ、ちなみに今の図面はバージョン1だ。最終的にはバージョン3までアップグレードさせる予定だぞ。これでまだ完成じゃないんですね。どんだけ巨大な縄文にするつもりだよ。隊員が8人しかいないので、一気に完成させるのは無理だからな。ちゃんと考慮してるんですね。それに縄文以外にも建築しないといけない建物がありますから、とにかく建築を開始しますか。もうすぐ冬になるけど、これだと冬の期間中は縄文建築になりそうだな。ああ、ここは踏ん張りどころだぞ。本格的な冬が始まる前に、可能な限り建築を進めていきましょう。やったるぞ。かなり冷え込んできたな。はい、とうとう冬がやってきました。この地方は冬が過酷なので注意が必要です。ひとまず全員に冬服を支給しています。やはは、フランは全然大丈夫だぞ。何せ早朝の寒い時間帯に一人で川で泳いでいますからね。普通の人間なら投資しますよ。本当に同じ人間なんですかね。さて、冬支度の確認だが、暖を取るための薪の在庫はどうだ。在庫は潤沢にあるので問題ないかと。この冬を乗り切るだけの数はあるな。予定通り食料もしっかり準備できています。よし、それなら建築に専念できるな。まだ冬といっても初冬なのでそこまで寒くない。これくらいなら外での作業も苦にならないです。やはは、寒波が来なければ楽勝だぞ。マリサ様、寒波です。なんだと。最悪だ。まだ初冬なのにいきなり寒波ですか。隊長、これから猛烈な寒さがやってきます。すぐに部屋を温めた方がいいですよ。お前たち、部屋の扉をすべて閉めろ、そしてブレイジャーを設置して温めるのだ。すぐに取り掛かります。この調子だと氷点下20度くらいまで下がりそうです。外での作業はなかなか大変だな。隊長、一旦縄文建築は中断した方がいいですね。うむ、このまま続行すると凍死する恐れがあるからな。賢明な判断です。それじゃあ寒波が終わるまでは室内で過ごすぞ。お前たち、この寒さなら敵の襲撃もないだろう。寒波が過ぎるまで暇なので、しばらくはゆっくり過ごしてくれ。はい。見渡す限りの雪。まさに白銀の世界だな。しかし、短期間に寒波が2回来るとは思わなかったぞ。おい、隊長、何してんだ？サボってないで手伝ってくださいよ。バカ者、疲れたのでちょっと休憩していただけだ。それにしても雪がすごいですね。まさかここまで寒い地域とは思いませんでした。誰か、助けてください。ビールドリックちゃんの声だぞ。隊長見てください、どうも降りられなくなっているようです。おいおい、全く何をしているのだ。すみません、不注意で身動きが取れなくなりました。すぐにはしごを設置するので待ってるんだ。隊長、縄文の建築ですが、全工程の6割くらいが完了しています。寒波の影響で予定より遅れているな。冬の間に完成させるのは厳しいかもな。ただ今回で縄文の完成まで行きたいところです。次回に持ち越したくないですね。確かにな。隊長、ここは完成まで一気に行きましょう。よし、それでは縄文の完成までスキップするとしよう。やはは、どうなるか楽しみだな。
ふ、完成した縄文を解くと見るのだ。やっこい、縄文の完成だ。かなりの労力が必要でしたが、見事な縄文となりました。本日は春の2日目ですが、敵の襲撃がなくて助かりましたよ。隊長、今後はもう少し建築しやすいデザインにしてほしいです。これでもかなり建築のしやすさを考慮したんだがな。特にあの長い通路がとんでもなく面倒でしたよ。この場所が射撃ポイントになるんだよな。うむ、縄文に侵入してくる敵を射撃部隊が攻撃する場所になるぞ。ここなら圧倒的に我々が有利ですね。やはは、次の戦闘が楽しみだな。以前も説明したが、この縄文はまだ未完成だ。必要な建築がある程度済んだらさらに改良するぞ。まだ先になりそうですけどね。縄文建築の影響で、他に必要な建築が滞っています。そろそろお酒が飲みたいんだよな。確か今一番需要がありましたね。まあ安心するのだ。拠点を強固にしつつ、しっかり隊員の要望も満たせるよう考えてある。おお、さすが隊長です。お前たち。私に任せるのだ。こうしてマリサ隊は、拠点に堅牢な城門を完成させたのだった。しかし、難攻不落の城にすべく、まだまだマリサ隊の任務は続くのである。果たして、次なるマリサの一手はどうなるのか、次回に続く。